ここに来たのって何か物を探すためか、それとも人探し？おや、旅人にパイモン？グザビエ？どうしてここにいるんだ？この近くで用事があってね。それに二人こそどうしてここへ？聞きたいことがあるんだ。もちろん俺はここ一帯のロシンを研究したことがある。何が聞きたいんだ？遠慮せず聞いてくれ。当然さ、俺はこの近くを数えきれないほど歩いてきたからな。それに他の場所でもかつてタタラスナに住んでいた人の子孫に会ったことがある。彼らの口から語られるのはどれも全て真実の歴史さ。ああ、急にそう言われてもな、二言三言で説明しきれるもんじゃないんだぞ。知ってるだろ、タタラスナは歴史深い場所なんだ。俺の知る限り、タタラスナは鍛造精錬業の中心地区の一つとして数千年にも及ぶ歴史を持ってるんだ。ただ炉心には2回ほど問題が発生していてな。2回？どの2回だ？ここ数年の一回、何百年か前にもう一回だ。そういえば、稲妻の人に聞いたんだが、タタラスナでは以前にもフォンテーヌの職人が来たことがあるらしいな。どうやら、この二国の技術交流も歴史が深いものなのかもな。聞けばそのフォンテーヌの職人というのも、当時のタタラスナの重要な客人だったようだ。なあ、タタラスナに来て聞きたかったことグザビエに聞いてみたらどうだ？おお、二人は歴史を研究しているんだな。そうなんだよ。こいつ今日はどうしたのか知らないけど、ずっと歴史について聞き回ってるんだ。あ？急に歴史について興味を持ち始めたのか？いいぞ、話してみろ。歌舞伎物？聞いたことはないな。その言葉が稲妻では一般的に得意な行動をとるとかユニークな服装をする人とかを指すのは知っている。俺もこの言葉にふさわしい人に会ってみたいとは思っていたが、残念ながらそのような人に会ったことはないし、タタラスナに関係のある話でそのような噂を聞いたこともない。なーに、どうってことないさ。もう行くのか？それじゃあな、グザビエ。おう、気にするな、役に立ててよかったよ。じゃあな。どうやら知りたかったことは聞けたみたいだな。おう、でもお前今日は本当にどうしたんだ？なんか悩んでるみたいだけど。元気出せよな。何があってもオイラがそばにいるぜ。元気出せよ。どうしてもダメなら何か食べればいいんだ。お腹が減ったら戦はできないぞ。じゃあナヒーダに会いに行こうぜ。
おや？あなたたちは。赤羽沢田、お前たちまだここにいたのか。ああ、もし時間があったらぜひまた僕たちの話に参加してくれ。いいけど、何を話せばいいんだ？もちろん、この前の話題さ。タタラスナについてまだ聞きたいことがあるんだよな。ひひ、オイラたちも話に混ざろうぜ。とはいえ、進展はいまいちでな。ん？ああ、もちろん。僕のもいるかい？どうぞ。そうだ、そうだ、この前赤羽たちはもっと情報があったら教えてくれって言ってたよな。実はオイラたちちょうど稲妻から帰ってきたばかりなんだ。旅人、オイラたちの知ってることをこいつらに話してもいいか？まさか重要な情報か？話すと長くなるんだけど、実はオイラたち
稲妻に友達がいて。おお、こんな話が聞けるなんてな、かたじけない。なるほど、すべての根源は復讐だったというわけか。雨の間の末裔が言うのなら、それで間違いないだろう。はあ、結局お化けじゃなかったか。これらの情報は私の言説をさらに補強したと言える。見たか、当時の人にとって投稿がそれほど重要だったということだ。彼らを傷つけることは権力者への復讐と同義とさえ言われていたからな。わかったわかった、君の言う通りだ。だがそうだとしても、僕が小説を書いちゃダメってことにはならないだろ。また議論を始めちゃったぞ。本当に熱心だな。あっと、すまない、自分たちだけで盛り上がってしまったな。情報、助かったよ。いいってことよ、またな。また何か情報があったら、ぜひ教えてくれ。これらの情報を整理して論文に落とし込もう。旅人に助っ人を頼んでよかった。よし、これで捜索を続けられるぞ。でもこいつは結構悲しい物語なんだな。まさかこんな話だったなんてな。最近はどうかしら。全然休めなかったぜ。あの日の夜にこいつと話をして、気づいたらもう朝になってて、しかもその後すぐこいつが稲妻に行くって言い出したんだ。残響、聞いた感じでは何かのコードネームみたいね。表情が暗いけれど、何か言いたいことでもあるの？旅人？そうだったの。つまりその残響という名の人形は世界樹で自らを消し、過去を変えようとしたのね。でもどうしてそいつはそんなことができたんだ？旅人の話によれば、彼はもう少しでスメールの神になっていた。それは私の記憶と噛み合わないわ。私の記憶では
私たちが打ち負かした機体の中には誰もいなかったもの。でも辻褄は合うわ。もし誰かが世界樹で自分の存在を徹底的に抹消したら、世界もそれに伴って変わるでしょう。つまり本当にそんな人が存在してたけど、そいつが世界を変えちゃったせいでオイラたちも忘れたってことか？ええ、理論上にしか存在しない挙動だし、そんなことをする度胸のある者がいるかさえ不確かだけど、旅人はテイワットの外の世界から来たから、世界樹に彼女についての情報はなかった。よって世界樹に対する改ざんもおのずと彼女には影響しない。もしこの世においてこのような形で改ざんされた過去を記録できる人がいたとしたら、それはあなたしかいないわ。本当に不思議な感覚ね。でもその残票ってやつはなんでそんなことをしたんだよ。私も今ある情報からしか推測することはできないわ。彼が具体的にどんな人だったのか今はあなたしか覚えていないから。何か言えないことでもあるの？すでに死んだ人の歴史を変えることはできなかった。そうね。残票は自分が裏切られたわけではなかったと知って、物語にあった、かつてタタラスナで暮らしていた人を友とみなしたのかもしれないわ。そうして人間を憎む理由をなくした彼なら、かつての友を救おうとするのもおかしくはないわね。とても合理的で、どの点においても辻褄が合っている。残票は博士の手伝いにより神になりかけた。だからこそ彼は世界樹とつながる権能を得たわけだけど、その権能のおかげで力が残り少ない状況であっても世界樹の中の記録を書き換えることに成功し、自らを消した。確かに筋は通ってるけど、その人たちのおかげでいい結果になったわけでもないし、おいらこの感じなんか嫌だぞ。全力で何かやったのに結局何も得られなかったなんて。少し待ってちょうだい。確認したい情報があるの。見つけた。おそらくこれね。やっぱり私の方でも尋常じゃない状況が起こっているわ。彼女の話を裏付けるには十分ね。何なんだ？私自身が保存した全ての情報の中に片隅に置かれた記録を見つけたの。あなたたちも見てちょうだい。童話？誰が書いたんだ？この記録を作ったのは私自身よ。え？ナヒーダの書いた童話が
その残票と関係してるのか？旅人の話と合わせれば、私の残した物語はすべてある特定の内容を指していることがわかるわ。待てよ、もしかしてその記録って事前に残してたものなのか？そう、たとえ他の記録にある残票と歌舞伎物についての内容が変更されても、私の手によって書き起こした物語に影響はないの。世界樹内の情報を変えることはテイワットを書き換えるのと同じ。でも世界樹は事前にわざと隠された情報を変えることはできないの。この記録はきっと残票が世界樹に入る前の私が残したバックアップね。すごい方法だな。さすがナヒータだぜ。旅人を残票と一緒に世界樹に入らせたのも、その時の私が考えたもう一つの保険だったのでしょう。彼女なら全てを覚えていられるから。世界樹に今ある情報とこの記録で暗に語られている物語は互いに結びつきを持っているわ。それらにおける全ての異なる場所をつなぎ合わせれば、彼女の言う残票が消した一生にたどり着くわ。野狐の皮をかぶった猛獣が狐の群れに紛れていた。彼らは昼夜を共にし、互いを友と呼び合い、仲睦まじくしていた。たまに猛獣は夜になると狐の皮を脱ぎ、水中の自分に向かって嘆く。自分はこれほど不自然な存在なのに、彼らは愚かでそれを見抜けない。実に残念だと。しかし猛獣はすぐにその考えをやめた。なぜなら、狐の群れにいる衣類は彼だけではなかったのだ。もう一匹、白い木から掘り出され人に見捨てられた子猫がいた。子猫は狐になりたかった。だけど子猫の尻尾は細くて短く、色鮮やかな毛並みを生やすこともできない。他の狐はそれを見るとこう慰めた。だとしても君は僕たちの仲間だ。猛獣はそんな馴れ合いを嫌い、山の中で火をつけた。動物たちはひどく怯えた。大きな火を消すには犠牲を払う必要があるからだ。一匹の灰色の狐が前に出て猛獣と話をした。いわく、君は頭がいいからきっと僕たちを救う方法を思いつくはずだ。猛獣は微笑みながら灰色の狐を火のそばに連れ殺した。灰色の狐の心は透明で美しい無垢な雫に作り上げられた。猛獣はその雫を子猫に渡し、こう伝えた。みんなお前を犠牲にしようとしている。これをもってお前の狐の仲間たちのために死にに行くといい。火は消された。子猫はそこを離れ、翼の折れた小鳥と共に暮らした。彼らは互いに寄り添うことを約束した。しかし小鳥の寿命はあまりにも短く、すぐに息を引き取った。子猫は小鳥を埋葬し、その山を離れた。それから子猫は山におけるすべての葉っぱもすべての動物も愛すことはなかった。彼はいくつもの夜をさまよい、月に向かって牙を研いだ。子猫は月を喰らい、すべての月光を噛み砕きたかった。すべてが暗黒に戻れば彼は快楽と安心を感じられる。僕は新たな月となり、みんなにとって唯一の存在となる。そうすればこの世に鳥や狐、
猫がいたことを知る者はいなくなる。その違いを知る者さえ。溶けた。すべて思い出したわ。私が全力で残したバックアップは残氷自身の記憶だった。神になるため彼は大量の実験と改造を受け入れた。人形だったからこそあのような過酷な過程を耐えてこられたのね。この記憶は当時の学者たちが彼から抽出したものよ。残氷を警戒していたからこれを残したのかもしれないわ。神を創造するのは第一歩に過ぎず、天津さえ神を操ろうとする者もいた。だからいつか使う時に備えて彼の記憶のバックアップを取ったのでしょう。私はそれらを自らの深い夢の中に保存した。そして書き起こした物語でさらに外部を包むことで改ざんされるのを防いだの。本当にそんな人がいたのか。そいつはオイラたちと何回も会ってて、いつもオイラたちと敵対してたのか。それなのにオイラは完全にそいつを忘れてた。まるで煙が消えるみたいに、最初から存在してなかったみたいに。残氷は降臨者に関する情報を探すのを手伝ってくれると約束したわ。それについての収穫はなかったけど、あなたの役に立つことはできたみたい。消失する前、彼は最も重要な手がかり、あなたの血縁者がかつてカーンルイヤに降臨したという情報を残してくれたわよね。ただ世界樹にある情報の変化がファデュイの上層部にどれだけの影響を与えるかはまだ不明ね。彼らは組織内にかつてそのような執行官がいたことを覚えていないかもしれないわ。その話だとオイラはそいつのことが好きじゃなかったみたいだけど、だからってそんな結末もオイラは好きじゃないぞ。それこそが知恵が全ての問題に答えられるわけではないことの証明よ。私たちは凝視し、認知し、理解してもなお問題にとらわれる。答えは一つだけではないの。この世の生命が求めているのは真実を追いかけ困難を解決すること。真実をその人に返すのは運命の選択権を渡すのと同じ。傍から見れば無駄なことだったかもしれないけれど、こうして自分が思う通りに消えることができたのは彼にとってきっとそれだけの意義があることだったのよ。忘れないで、たとえ暗黒の雲の下を歩んでいても、どれだけ道が困難でも、知恵の灯火が私たちを良き結果へと導いてくれるわ。そしてこれはあなたがずっとやってきたことでもある。おう、ナヒーダの言う通りだ。元気出せよな。この暗い話を続ける前に今から何か食べに行ってもいいと思うぜ。いい考えね。パイモ、彼女を気晴らしに外に連れて行ってあげてくれないかしら。オイラに任せろ。ほらほら、複雑な気持ちなのはオイラも分かってるから、今はちょっと外を歩こうぜ。グランドバザールの屋台で食べ物を買って気分転換しようぜ。あんなことを覚えてるのがお前だけなんて、確かにすごく悲しいよな。でもオイラがずっと一緒にいてやるぞ。一緒に話をしたらきっと良くなるさ。私はまだ調べたいことがあるわ。あなたたちは気分転換に行っててちょうだい。覚えたわよ。
ぞ。何が食べたい？おい、オイラの話を聞いてるのか？しょうがないな。じゃあちょっと待っててやるから、考え事が終わったら食べ物を買いに行くぞ。どうだ、終わったか？すみません、先ほどの帳簿に少し問題があったようなので見てもらえませんか？おい、ちょっと待てって。ん？僕を呼びましたか？お前のことじゃなくて、あのガキのことだ。見てなかったのか？あいつ店にある最後の二つの新鮮な夕暮れの実を取ってそのまま逃げちまったぞ。たくお前、働かせてもらってる身分でまたぼーっとしてたのか？よっぽどこの仕事が退屈か、それとも町のあれこれがそんなに気になるのか？ああ、僕の不注意です。すみません。あなたの言う通り、もしかしたら町で起きることがあまりにも興味深かったせいで、つい気がそれてしまったのかもしれません。すごく気になってるみたいだけど、あいつ誰なんだ？お前さん、本当に変わってるな。俺んとこに働きに来たくせに金はいらないと言ったのもそうだが、何をやらせてもいろんなものに好奇心が向いて拉致が開かねえ。別にこっちも利用しようなんて気はないし、払うべき賃金はきちんと払うが、いつまでもそんな感じじゃこっちも生産に困るんだよ。いえ、お金はいりません。よそから来た僕を働かせてくださりありがとうございます。そんな言い方をされてもな。ほら、夕暮れの実だってなくなっちまっただろう。夕方には町にいるご婦人に詰め合わせを届けなくちゃならないのに。欠けた品は僕が探してきます。ここでしばらく待っていてください。待て、この際だからはっきり言おう。金を欲しがらない労働者に会ったのはこれが初めてだし、確かにちょっと得しようという気はなくもなかった。だが見てるとお前さんは本当に何も欲しがらないじゃないか。金もいらない、休みもいらない。時間ができたら辺りをほっつき歩き見て回る。お前さん、放浪でもしてるのか？いかにも。その通りです。僕のことは後にしましょう。今は品物の方が先です。夕暮れの実でしたね。任せてください。おい、どうするんだ。おう、こっそり近づこうぜ。気づかれるなよ。と、ああ、俺の夕暮れの実が。真面目にやってコツコツ売るさ。
これでいいでしょ。あれが残票だってのは分かったけど、オイラたちどうするんだ。あいつから夕暮れの実を奪うとかか。うん、それはちょっとひどくないか。うん、分かったよ。数に問題はありませんね。洗った方がいいでしょうか。そこの二人、僕の後をついてきて何か用事でもあるんですか。おい、気づかれたぞ。町からここまでずっといたでしょう。気づかない方が難しい。もしかしてどこかで会ったことありますか。いや、その目、僕のことを知っているんですね。しかし僕にはさっぱり覚えがありませんが。本当に知ってたんだな。すみませんが、そのような話を信じることはできません。人形？そんな風には見えないけど。え？その表情、お前本当に人形だったのか？どうやら僕を知っているのは確かなようですね。僕がほとんど他人には言わないことまで知っているようだ。僕はただの放浪者に過ぎません。ただその様子からして僕に会いに来たのには何か重要な訳があるのでしょ。いいですよ。ただまずはこの品物を届けに戻ってもいいでしょうか。本当にあの店長の使いっ走りになってるのか。金はいらないって言ってたけど本当か。はい、辺りをさまよっていた時、野外であの方に出会って荷車で雨宿りをしてもいいと言われました。その礼として彼を手伝っているのです。意外といいやつだったんだな。品を届け終えたらあなたと一緒に行きます。それでいいですね。じゃあまずは町に戻ろうぜ。すみません、ここに置いておきます。本当に取りに行ったのか。あ、この二人は。この二人が僕に用があるそうで、少し離れる必要があります。すみませんが、しばらくは店番を休みます。ちょうど賃金を払おうと思ってたところだ。どこへだって行きたい場所に行くといい。俺んとこにずっといる必要はないんだ。え？知ってるさ。お前さんが俺の手伝いをしてるのは雨宿りをさせたことへの礼だってな。な、金も受け取ろうとしねえのはそのせいだろ。そういえばあの日はあんなに雨が激しかったのに、お前さんはのこのことゆっくり気ままに歩いてたな。雨に濡れるのも気にせず急いで行くような場所があるようにも見えなかった。おかしいだろう、目的地もないのに。なぜ雨の中を歩く必要がある。急いでるわけでもないのになぜ雨に濡れながら外にいるんだ。ああ。だが俺がお前さんを引き取ったのはただのついでだ。大した骨折りでもないし、
恩に切られる筋合いもない。自分の時間と生活を大切にするといい。しかし僕にはそんなもの。いえ、あなたの言う通りですね。ここでお別れしましょう。町へ連れてきてくれてありがとうございました。気にするな。これでもたくさん人を見てきたが、なんてことはない。お前さんが自分の歩む道を見つけられることを祈ってるよ。感謝します。さて、待っていてくれてありがとうございました。行きましょう。こっちのことは心配するな。真面目にやってコツコツ売るさ。こんにちは。急に伺ってすみません。オイラたち町でこいつに会ったんだけど、何も覚えてないみたいで、とにかくいろんなことが起こったんだ。つまりあなたはテイワット各地を放浪しながら修行をしていると。私の知る限り、そういったものは修験者と呼ばれているはずだけれど、どうして自分を放浪者だと呼んでいるのかしら。はい、こちらの方が僕のようなものに合っているかと思いましたので。まるで寝なし草のような名前で。しかしこの二人は僕を知っているようなのです。しかも他の者は知らない僕の過去まで。過去というより、説明するのがとても難しいわ。このような言葉を使うのはあまり好きではないのだけど、あなたの状況だと、もしかしたら前生と呼んだ方がいいのかもしれないわ。前世みたいな感じか？ええ、昔というにはずっと距離が遠く、あなた自身には全く知り得ない状況のことね。聞きたいのですが、その前生における僕はどんな人だったのですか？そうですか。わかりました。何か言いたげなのにそれを言うのが忍びない。どうやら前生の僕はとても褒められたようなものではなかったようですね。言いにくいのは、そのことが今の僕に大きなショックを与えてしまうからなのでしょう。けれど僕は受け入れられます。真実を教えてください。そんなに真実が気になるの？はい。じゃあはっきり言うわね。前生でのあなたは悪とされることを数多くしていたわ。あなたは他者によって死にかけ、他者もあなたのせいで死んだ。人ならざる者として生まれ、神を憎み人間を嫌った。あなたは終始さまよい。たとえ居場所や身分を手に入れても立ち止まる理由を見つけられなかった。なぜならその時のあなたは自分に心が欠けていると思い込んで疑わなかったから。執着という根は時として
茎を伝って苦き果実を実らせる。合衆から逃れられない以上、あなたが喜びを感じることはないわ。すべてを使い果たして、歴史を少し揺さぶっただけですか。結果だけ見れば、確かにそうだと言えるわね。今聞いた一切を、単に正しいか間違いかで判断することは、僕にはできません。人の行ういかなる選択も、時と場所によって決まる。因が果をもたらし、財が重なり、業となる。真理とはもとよりそういうものよ。正しさもあれば、それ相応の間違いもある。でも、万象と万物は、生まれながらにして複雑であり、こういった対立的な概念だけで、はっきりとするようなものじゃないわ。前哨の僕は、皆から、好かれていなかったようですね。別に傷つけようとしてるわけじゃないんだ。ただ、オイラたちにとっては、確かにそうだったってだけで。しかし、今僕のために、真実を取り戻してくれたのは、敵であった、あなたたちではないですか？なあ、もう！こいつって、ただ敵と全く同じ見た目ってだけの知らない人だろ？全くの無実じゃないとは思うけど、かといって問い詰めることもできない。すごく変な感覚だぞ。クラクサ・ナリデビ様、知恵の神であるあなたが言うのなら、それは全て真実なのでしょ？ええ、全て真実よ。あなたさえよければ真実の記憶を見せてもいいわ。はい、この目で直々に見届け、斧が罪悪を直接経験したいと思います。たとえ今のあなたの精神がそれにより鞭打たれることになっても。僕は人形、心も名もないただの人形です。逃れられない因果を除いて、僕を動かし満たすものは何もありません。ならあなたの願いを叶えてあげるわ。ちょっと待った。オイラたちもついていくべきじゃないか。グランドバザールからこいつを連れてきたのはオイラたちだし。心配はいりません。たとえ危険にあっても、それはもとより僕が受けるべきものです。旅人、私の代わりにこの過程を見届けてきてくれるかしら。そうだな。お前は今、状況が特殊だから、オイラたちがナヒーダの代わりに見張っててやるぜ。うん、わかりました。ありがとう。じゃあ準備をお願いね。そこに何があろうと、できる限り向き合おうと思います。ただ、あなたにまで付き添ってもらうことになるなんて、迷惑をおかけしてごめんなさい。すべて向き合います。きちんと準備してね。覚えたわよ。ここって稲妻みたいだな。あなたたちのいる空間は、私が記憶の内容を抽出して再現した無境よ。記憶を見れば真実を知ることができるけど、記憶にある敵の映像を怒らせてしまうこともあるから、安全には気をつけてね。まるで本当にその場にいるような感覚だ。オイラたちも来てよかったぜ。僕にそこまでしてくれる必要はありません。僕は守るに値する対象ではないんですから。でもオイラたち、
途中でやめるようなことはしないんだ。前はお前が原因でやるべきことが途中で止まっちゃったからな。そうですか。ありがとうございます。放浪者、ここは雷神が残票を安置した場所、借景の館よ。あなたの前哨はここに大量の記憶を残しているわ。それってある意味ここがこいつの出身地ってことか？そうとも言えるわね。理由はすぐにわかるわ。足音がするようです。崩れた岩の後ろにこんな大きな空間があったなんてな。まさか消化骨髄を採掘していた隊が残したのか。いや違うな、内部の作りは完璧で保存状態もいい。普通の人間にできることではない。どうしてこんなところに人が倒れてるんだ。君はしゃべれるのか。どうしたんだ、怪我をしてここから出られないのか。いや怪我はないな。それにこの身分の高そうな服、一体何者なんだ。この男はカツラギといって、トラチオの養子である神輿長政の助手だったの。彼は借景の館に残されていた残票を見つけ、タタラスナに運んだんだわ。それによってその後の全てが起こったんだよな。改ざんされていない記録の中では、カツラギは長政に殺されたわ。外に連れてってやる、仲間が近くにいるんだ。もう少しだけ耐えてくれ。タタラスナ事件において責任者であった庭は職人に偽装した博士に殺害され、当時歌舞伎者と称されていた残票は行方不明となった。そして神輿長政は2番目の責任者として責任を負う必要があったの。葛城はかつて長政に助けられたことで長政に忠実を誓っていた。そんな葛城の揺るがない決意により、長政に自分を殺させ、タタラスナ事件の幕を閉じさせたの。カツラギって人、いい人だったんだな。見た目は無人のようですが、慈愛に満ちた顔立ちです。どうして彼は幸福な最後を迎えられなかったのでしょう。長政様、この衣を崩れた洞窟で見つけました。自分の名前も覚えていないようです。名前がないと困るだろうに。先ほど外の作業員がお前を指して歌舞伎者なんて呼んでたが。構わない、それでいい。カツラギ、こっちに仲間が増えたことを三輪様に報告してきてくれ。君と同じで僕も捨てられたんだ。当時僕はここに住んでた。いい場所でもないから
ここに引っ越してくることはないよ。うん、聞いたんだけど、僕のお父さんとお母さんは二人とも刀を打ってたんだってさ。でも工場の管理人さんが亡くなって、お父さんも病で倒れてお父さんも僕と同じようにいつも咳をしてたらしい。それからお母さんも同じように咳が止まらなくなって。でも君はそうなってはならない。僕との約束を守ってよ。うん、僕たちはもう家族だからずっと一緒だよ。この子には名前がない。というよりザンヒョウも彼の名前を知らなかった。彼の父親は彼に名前を付ける前に亡くなったの。母親が亡くなってからこの子はかやぶきの小屋に一人残され、隣人に育てられた。そしてタタラスナを離れたザンヒョウは偶然にも自分と同じく名前のない彼に出会い、彼と約束を交わして一緒に暮らした。その子供って最後は？幼くして病で亡くなったわ。ある日ザンヒョウが家に帰ると彼が息を引き取っていることに気づいたの。おい、一体どうしたんだ？返事をしろ。家族のように一緒に暮らすと約束したのに、結局君も庭たちのように僕を裏切るんだね。声が途絶えた。どうやら記憶はここまでのようですね。引き続き進もうぜ。どうして僕の行く先を阻む？阻んでいるわけではない。待っているのだ。貴様の正体は一種の武器だ。鋼鉄の意志のために刺激されることも、そのまま放浪を続けることもできる。僕に仲間に引き込もうと。犯行の運命はすでに幕を開けた。席に加わり祝宴に参加しよう。とても暗い場所です。あ、ここなら知ってるぞ。稲妻の邪眼工場だな。改ざんされていない記録の中では、旅人はかつてこの地でザンヒョウに会ったわ。嫌な感じだ。見覚えがあるぜ。おい、あっちを見ろ。つまり親愛なる淑女様は、あのアホどもとこの工場を僕に託してくださるということか？もうあんたの手下なのよ。蔑んで何かいいことがあるのかしら。認めたくないようだけど、あんたも計画の一環なんだから。それともアビスで戦う方が有意義だったかしら。まあもちろん博士の実験体になるよりつまらないのは認めるわ。本当によく舌が回るようだね。もっともその口で得をしたことはほとんどないみたいだけど。
これからの任務に向けて少し気持ちの持ちようを変えることをお勧めするよ。言われなくてもこれから何があるかくらい知ってるわよ。そうかな。あえてもう一言だけ言っておこう。自分が無敵だなんて思わないことだね。ましてや感情に任せて物事を処理するなんてもってのほかだ。あら、私を心配してくれているのかしら。まさか。君が僕の足手まといにならないことを願ってるだけさ。君の他人に迷惑をかける能力は公私といい勝負だからね。私はただこの混乱した国に火をつけてあげてるだけよ。あんただって捨てられたものとしてもっとひどいことをしたいと思ってるんじゃない？覚えてるかしら、稲妻にいたあの時、刀工を何人も殺したんでしょ。雷電五花伝の末裔もさぞかし苦しんだんでしょうね。あらあら、その表情。過去を追想するのはやめた方がいいわよ。そろそろそのかわいそうな舌をしまって毒を吐くのをやめてちょうだい。それじゃまたね。祝賀会でお会いしましょう。かわいそうな舌だって。体中に火のついた女の分際でよくも僕にそんなことが言えるな。まあいい、誰かがここを見つけるのも時間の問題だ。その時が来たらどんな表情で出迎えてあげようか。陰謀はことここに至ってもまだ断ち切られていないわ。引き続き次の話を体験するけど、放浪者まだ耐えられるかしら。はい、心配はいりません。どうして黙って私を見てるのかしら。もっと人に好かれるように振る舞おうとは思わないわけ？僕の義務は君に好かれることじゃない。それに君の目には最初から利益と結果以外のものなんてないだろ、魔女さん。迷子のお人形が第6位に上がれたのだって他より少し頑丈だったってだけじゃない。そんなのが長所ですって。君と接しているとまるで熱縁と交友している気分になるね。だけどお互い殺し合う前にまずはやるべき責務を果たした方がいい。さあ踊るよ。よっ、失礼。正論派の賢者ナフィスが本計画への加入を断ったことにより、私が彼に代わってこの実験に参加することになりました。歓迎しよう。良い協力関係を築けることを願っているぞ。ふん。いつから始めるんだ？もう待ち遠しくて仕方がないようだな。先に言っておくが、神になるというのは決して容易なことではない。生体改造には時間がかかる。私も早めに開始することをお勧めしよう。それに連結に成功した後、彼の体は機体と完全に紐付けされ単独行動ができなくなる。そんなことはこれまでにも十分経験してきた。そうだろ、博士。お前は私がこれまで見てきた中で最もタフな実験対象だ。お前のおかげで私はより多くの情報を手に入れられる。だがあの日々があってからというもの、お前は命令通りいつ何時も
アビスの中にこもるようになってしまった。会う機会が激減したことで、知識の純度を上げるのも難しくなってしまった。その真面目ぶった口の聞き方、狂った実験にしか興味ないってバレないようにしてるつもりかい？私と話をするときは、もっと言葉遣いに気をつけた方がいい、スカラマシュ。確かにお前は役に立つが、だからといってお前が不滅だということにはならない。また博士だ。嫌な感じの場面だぜ。あのものからはとても深い邪悪の気配がします。あいつを見たら嫌な感じがするのは当然のことだぞ。オイラもな。引き続き進みましょう。神様、あなたは僕が悪であると思いますか？あれらがあなたであると認めるなら、悪であるということになるでしょうね。あなたが思うに、人と人形に違いはあるのでしょうか？あなたにとっての前哨や他哨の自分は、あなたと何か違いはある？もしもないとしたら、人と人形だって何も違いはないと思わないかしら。人の世の霊弾に耐え、喜怒哀楽を味わう者は人である。そして、生老病死を憎み、愛し、泣き、怒る者も、同じく人よ。僕は十分に、多くの過去を見ました。もし可能ならば、僕が背負うはずだった、あれらの罪を、取り戻したいと思います。どんな結果になろうと、僕に課せられた非難と制裁から逃れるつもりはありません。これは当然の報い、受けるべきものです。その記憶を僕に渡してくれませんか？え、でもそれじゃあお前は今の身分を失うってことだろ？僕は常々、人という生命個体はある法則に従ってなると思っています。それは過去の経験の集積です。僕は人形として世に生まれましたが、同じ法則を背負っています。記憶を取り戻すことは、あなたを完全に前哨の位置に戻すことを意味するわ。あなたによって捨てられた感情も全てあなたの体内へと戻る。本当にいいのね？もとより、この胸に焼いた穴と共に生きてきました。人形を想像した者は僕を必要としなかった。目覚めた後、僕は放浪を始めました。それからあなたたちに出会って気づいたのです。この失われた罪こそ、あるいは僕が僕になれるきっかけかもしれないと。僕は生まれながらにして他者より願いを抱きやすく、修験者となっても徹底的に悟ることはできませんでした。どうやらそれこそ僕が自らに招いた呪いなのでしょう。だからお願いです。宿命を変える意味を僕に与え、僕の放浪を終わらせてください。わかったわ。すでに決心したのなら、これらをあなたへ返すわ。それがあなたの選択なら受け取りなさい。こやつを自由にしてやろう。人形？どうしてここに？Ah!
お主も人間だと思うでござるよ。お揃いでしたか。いい刀だ。本当に嬉しく思うよ。これは僕の。大丈夫なんだよな。だからこそここで終わるわけにはいかないんだ。愚か者め、僕の視界から消え失せろ。消えた。オイラたちの勝ちか。聞くまでもないだろ。僕がそいつに負けるはずがない。えへへ、言葉遣いが戻ってきたな。自分を取り戻したみたいだ。でもあの中にいたのもお前だろ。そんなに自慢できることかよ。悪いね。僕は他人にも自分にも薄情なのさ。その言い方、まるで僕を心配してるみたいじゃないか。その必要はない。たとえ僕が何かを変えることができなかったとしても、君のおかげで多くの真実を知ることができた。記憶の読み取りはとても順調にいったわね。この無境も使命を果たせたわ。行こう。話は外に出てからだ。
帰りなさい、旅人、タイモン、そして、ザンヒョ。ふぅ、なんだかすっごく長い旅をしたみたいだ。疲れたぜ。もしかして、この名前は不満かしら。別に。ただ、そろそろ名前を変えなくてはと思ってね。博士があれだけのことをしたと知った今、引き続き彼と関係のある称号を使うわけがないだろう。僕がファデュイの方に戻ることはないし、そのつもりもない。きっと多くの人がこの件に影響されたから。そもそも第6位が誰だったか覚えてるとも限らないしね。つまりファデュイを離れるってことか。君の言う通りだ、クラクサナリデビ。全てが無駄に見えたとしても意味がないとは限らない。少なくとも多くの人に僕のことを忘れさせることができた。だからといってあなたの身から過去が消えるわけではないわ。それはもちろんさ。それからあなたが全力を尽くして追い求めていたこと、その最も革新的な目的はまだ達成されていない。その点についても分かってほしいわ。世界を変え、過去を変え、他人の運命を変えるのはそんなに容易なことではないの。あなたが渇望した答えは究極の破滅。その本質は虚妄よ。たとえこの世から残票がいなくなっても、世界があなたの意志に従って動くことはないわ。そうだね。本当に笑えるよ。そこまでやってこんな結果になったこと後悔してないのか。たとえ僕に何の価値がなくても、この世において後悔に値することなんて最初からないのさ。クラクサナリデビ、世界中にあった情報は君がわざとあそこに残したんだね。できる限りあなたが自然に情報を得られるようだいぶ工夫したんだから。どうしてそこまでするんだ。僕を抱き込むつもりか。これは正直に言うべきね。過去の経歴によってあなたは私にとってもスメールにとっても有用な個体となったの。あなたを仲間にすることは確かに私の計画の一部だった。でもその前に私は過去の真実をあなたに教えたかったの。もし利用するだけなら、私は博士と何も変わらなくなってしまうから。本当に冴えているようだ。これは私が持つべき美徳なのかもしれないわね。他者にとって有用であること、それが価値というものだ。だからこそ罪人であっても僕は再び利用される理由を手に入れられたというわけだ。ああそうか、危うく忘れるところだったよ。君たちは正義の側で僕とは違っていたんだっけ。悪いけど僕は物事を見る角度が少し違うのさ。まあ僕も全部が全部打算だとは思ってないよ。君のその知恵が優れた助っ人を持つことを定めたんだからね。そう思ってくれてよかったわ、旅人。これから私は世界中に深く隠された秘密をより一層研究し発掘しようと思うの。もちろん世界中に記録されたあなたの血縁者の旅の始まりもね。その前後に何があるのか私も知りたいもの。ええ、旅人、僕が世界中の情報の激流に飛び込んだ後、どうして稲妻に行った。だから彼らに変わった後の運命を尋ねたのか。何はともあれ助けてもらったわけだし、この恩は全力を尽くして返そう。個体と個体の間には借りとそれを返すだけの関係しかないんだ。
僕たちはいずれ必ず貸し借りのない関係になる。気にする必要はない。そうではないわ。人と人との関係は決して簡単に白紙に戻せるようなものではないの。あなたもきっと感じたことがあるでしょ。あなたの人生に現れた人は水滴が蒸発するように消えはしない。この世には本当に貸し借りのない関係なんてないのよ。取り返しのつかないことや変えられないことがあるからこそ、人の世には感情が芽吹くの。あなたの感じるものは全て真実であって、あなたの犯した過ちが補われることはない。亀裂を背負ったまま生きていくのが人間というものよ。人間になるかどうかはあなたが選んでちょうだい。心臓のない人間なんていないだろ。それに僕はとっくに人間になろうなんて考えるのはやめてるんだ。あなたは心臓がなくても苦痛を理解することができる。あなたはただ感情を封じ込めているだけよ。過去は揺るぎないけれど、あなたは引き続き歩むことができる。未来という線が十分に長いのであれば、過去は相対的にごく短い区間に過ぎないわ。どうやら僕をどうするべきかもう考えてあるようだね。いろんなことが混ざって難しい話になってるけど、一番重要なのはナヒーダについていった方がいいってことだな。じゃないとオイラたちもなんでここまでしたのかわからなくなっちゃうぞ。だったら君たちと共にいるとしよう。暗闇からの助力としてね。私たちの提案を受け入れてくれて嬉しいわ。お祝いとして自分に新しい名前でもつけてみるのはどう？早く早く、オイラもお前にひどいあだ名をつけてやる。なんだって？だってオイラまだお前のことあんまり好きじゃないし。なら今後はあまり会わない方がいいかもね。名前は人生で最初の贈り物。はっきりとは言わなかったけど、あなたがそう考えていることは知っているわ。今回は彼女とパイモンがいろいろと手助けしてくれたし、どんな名前にするか決められないのなら彼女たちの意見を聞いてみるといいわ。ダメだ、おいらあだ名しかつけられない。まともな名前は無理だぞ。お前に任せるぜ。思いついたかい？決まったかい？君の言う通りにしよう。これであなたも名前を持つ人間になったわね。あだ名はもう思いついたかい？まだ考えてるんだ。そうせかすなって。ゆっくり考えるといいよ。思いつくまでは僕たちはしばらく会わなくて済む。僕を不幸に陥れた者たちにはいつか代価を払ってもらうさ。ファデュイのことか？少なくとも博士はね。立場が変わったわね。
あなたのこれからの道もそれに合わせて変わっていくと思うわ。でもそれは今すぐというわけじゃない。今はまだ時間をかけて自分自身を整理する必要があると思うわ。ふん。もう一つ、今の稲妻にはまだライデン五花伝の末裔が少しいたね。彼らの中には僕とライデン五花伝の関係を知っている、いや知るべきだった人がいるはずだ。僕はしばらくスメールを離れるつもりはない。もしも君が稲妻で彼らを見かけたら教えてやるといい。僕こそがライデン五花伝を失墜させた元凶だとね。たとえこのことが世界から抹消されたとしても、彼らには真実を知る権利がある。なるほど。それがあなたの選択なのね。え？でもそうなったら。なんてことはないさ。彼らが望むなら、刀で僕の胸を突き刺しても構わない。というより、本来、そうするべきだったんだ。なんだいその目は。そんな顔をしないでくれ。僕は自分が何をしているか知ってるよ。その日はいつか来る。話は終わりだよ。またね。賢明なる神、そして君たちも。言っちゃったな。最近の出来事は彼にとっていきなり一生を過ごしたような気分だったでしょうね。そんなこと誰でも気持ちの整理には時間がかかるわ。おう、そうだな。あいつは相変わらずあいつだけど、態度はちょっと丸くなった感じがするぜ。これでやっとご飯を食べに行けるよな。おいら腹ペコだぞ。お疲れ様。落ち着ける場所を探して存分に休みましょう。思いついた。神輿長政を小説の最後に持ってこよう。つまり物語の他の登場人物はもういないということか。そうだ。神輿長政は最後まで寿命を全うしたらしいから、最後を飾る叙述者にぴったりだと思ったんだ。異様な雰囲気は消え去った。だがこれから先何十年と、この剣はまるで暗雲のように神輿長政の心にまとわりつくのだった。年老いた彼はある日夢を見た。大たたら長政という宝刀が作られたその日の夜、皆は喜びに踊り、絵を描き、舞い、酒を飲んだ。すべての喜びは炉の中の火に溶け、紅の雲と化し、神輿長政が人生において最後に見た日の出を包んでいった。人生という道は長い。そのことを何か言おうとした時には、すでにどう表現すればいいかわからなくなっていた。神輿長政が最後に思い出した刀の名が葛城切長政ではなく大たたら長政だったのは、まだ美しい思い出が残っていたからだろうね。本当に助かった。これで論文が完成できるぞ。赤羽さん、一緒に調査しようと誘ってくれてありがとう。いいってことさ。沢田先生のアイデアのおかげだよ。あなたがいなかったら、私は今頃まだペン先をかじってたろう。
急にお腹が空いて疲れが出てくるな。おお、やったぜ。あれ、この瓶誰かが掃除の時に割っちゃったのか。でも掃除が来るなんて聞いてないけどな。どうやら戸惑っているようね。気持ちはよくわかるわ。これを知れば誰だって頭を抱えるはずだもの。え、誰かがオイラたちの耳元で話してる。でも残念ながらテイワットの運命はそうたやすく揺らぐものじゃないわ。神ならばまだ少し可能性があるけど、そうでないなら難しいわね。小さな動物が木にぶつかれば木は揺れる。でも傾きと位置が変わることは別のものなの。運命もそれと同じね。まさに瓶が床に落ちるように、猫が割ったものでも鳥が割ったものでも割れたという結果に変わりはない。そうでしょ？お前誰なんだよ。どうしてそんなこと知ってるんだ。歴史は簡単には変わらないけれど、人々の心は変わる。自分の目を信じて。目に見えるものこそが真実であり、見えないものは全て虚言よ。途絶えた？さっきの人一体誰だったんだ？急に出てきて怖いこと言って何なんだよ。瓶も床で砕けたままだし、誰か呼んで掃除してもらうか。なんかこのまま放っておくのは気持ち悪いんだ。おいらちょっくら行ってくるぜ。